これ、さっき、ガーデニングまでしたのとは言いましたけども、リース自体の構成の、あ、もうこれ僕作ってます、自分で。高瀬さんが、まあ、思い起こせば、ここの仕事もやらせていただいて10年以上経つんですけど、ねえ。一番最初に、やっぱお花を使うときに、日比谷花壇さんの、まあ、仕入れ担当の方の他に、ディレクターというか、ちゃんとお花を触る方えだったり、本当に、行けたりされる専門の方がいらしたんですけど、え。はいはいはい。まあ、一緒に仕事してるうちに、まあ、なんか高崎さんに任せていいわって言って、その人、次からいらっしゃらなくなっちゃったんですよ。なるほど。小栗さんという担当の、方とだけでやるようになって、まあ、いいチームでやらせてもらってるんですけどね。まあ、最初にいらしたその方が悪いとかそういうことではなくて、もちろんね。結局、花を生けられたりする方って、いろんなアングルから素敵に見えるように、られるんですけど、僕らはそうじゃなくて、もう一つの点から、線でもなく面でもなく、この一点、このポイントからっていうところからでカメラを構えてみるから、これやっぱりね、カメラマンの仕事なんですよ、やっぱり。ああ、なるほどね。アレンジメンターの人だと、やっぱり花自体をよく見せる。それでね、形もね、じゃあこれが完全な声援かって言われたら、まあちょっと多少いびつなところもあるかもわかんないですけど、僕が見たいアングルで、まあ要するに僕が商品を構成したアングル、ここっていうポイントで、他の方が見られるかって言ったら、やっぱり動くんですよ。意識しないままにこう。ところがやっぱりこういうものを撮るとき、一つのアングルから動かないぐらいの位置で花を作っていかないと、楕円になったり歪んだり、正しいこう丸にならない。あと、商品に被っちゃったりするんで、そこまでやっぱりちゃんとアングルっていうものを意識して作るのは、やっぱカメラマンの役割なんですよ、これは。僕はそう思まあ当然ね、面のいます。作品の仕上がりを意識した上での、土地の作業であり、また必要なものの制作なんだから、そういうことになるんでしょうね。それで、この仕事のアートディレクターは、渡辺美智さんという、まあ、この方も僕長く組んでる、まあ、方で、女性の方なんですけど、この方はね、僕すごく気に入ってるっていうか、素晴らしいなっていうかね、手書きのラフスケッチがすごい素敵なんですよ。ほう、羨ましいですまあ、ね。お見せしたいぐらいなんだけど、それがね、もちろん手書きだからざっくりしてるんだけど、ねもう僕の、なんていうか、やれる範疇がすごく残していただいてる。え。あ、なるほど、なるほど。よく自由にやらせてもらって、着物は部分だけ、ここはこうしたいっていうこと、ちゃんとメッセージで書いてくださる。まあ、あと現場で、ディレクションしてくださるんで、すごくやりやすいんですよ。まあ、最近だとどうしてもね、カラーカンプとか CG でこう、カンプ、要するに撮影前の、まあ、計画図みたいなの、CG で作られるのはもうほとんどなんですけど、まあ、たまにやっぱりそうやって手書きのね、サムネイルっていうかラフスケッチでやらせていただくと、まあすごくやっぱりこっちも、やりがいがありますよね。なるほど。逆にそのまたイメージからまたイメージが湧いて、そうですどんね。どん相乗効果で一つの向かってた方向にこう綺麗に向かって出来上がっていく、積み重なっていくっていうのはことなんですかね。そうですね。で、クライアントにもちゃんと現場にいていただいて、まあ、これ、種類が4種類あって、全部中身違うんですけど、この商品の近くにはこの成分が、まあ、入ってるから、この花を近くに置いてほしいとかっていうのは、やっぱクライアントが僕に指示いただくんですよ。で、なんとかって花って言われても、僕、花の種類全部詳しいわけではないので、ここに日比谷花壇の方、小栗さんいていただいて、はいって、ちゃんといいサイズのを選んでくれて、こう、僕に。なるほど。すごいいいチームができちゃってるんですけどね。おお。まあ、そうやって作り上げたカットの一つですよね、これはね。なるほどね。まあ、あと、手塚さんはね、僕の撮影の現場、しょっちゅう、まあ、覗いてとか、仕事でね、いらしてたから、よくお分かりだと思うんだけど、まあ、どんな風に撮ってるかっていうのは、多分一般の方とか、この YouTube ご覧になってる方、全く分かんないんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっとだけ、せっかくだから、そこも、ネタバレっていうか、解説しましょうか。仕掛けライバレっつうか、それしゃ大丈夫なんですか？きっと見たいとは皆さん思いますけども。
まあ、もう一回同じことはやんないですよ。ここでコードを解説するにとどめますけど、あの、じゃあやってみようと思ってやる人もいないと思うし。まあまあ。だからみんな引くと思うよ。誰も真似しようとは思わないと思う。まあ、思う、うん。いいですよ。あの、でね、大丈夫ですか、今、倉庫から、あの、違う製品、あの、ここのブランドの違う製品ちょっと持ってきたんですけど、まあ、これは透明じゃないんですけど、同じ大きさのこういうシャンプーボトルなんですね。はい。うん、で、あの、まあ、透明っていうことで言うと、こういう透明なもの。これを、まあ、こうやって4本構成したんですけどね。まあ、いきなり、こう、花をリース組むんじゃなくて、まず、最初に、あ、そうだな、土台の話からしなくちゃいけないのか。あの、床は、まず、本当に床って地面に、リーチサイズの白いケント紙を置きます、敷きます。40センチくらい離したところに、また同じようなビーチサイズぐらいの、ガラス板。ガラス板を置く。その白い、その紙を背景にするんで、そこにあのライトを何発も当てて、まず白いキャンバスのように舞台を作るわけですね。で、その上のガラスの板の上にこの世界を作っていくわけです。なるほどね、うん。一番最初に、一番この低いところにあるね、一番その重なって見えなくなっている商品。はい。あと左から2番目と一番右端かな。その商品を、ね、まあ、ガラスの上に置くんですけど、まあ、完全に地面にベタッと置いちゃうと、ベタってこう気泡が、なんていうか、前面に伸びちゃう。あとね、やっぱりカメラが真上から来るって怖いし、ライティングもしにくいんで、ちょっとこう上げてあげるんですよ。あ、なるほど。つまり、この底の面をガラスにつけて、こっからこうちょっと仕掛けを出してあげてね。ま、枕というか、うん、あの、相当高い枕ですけど、このくらいの角度にしてね。うん。で、それをまず2本構成して、その上に今度また左端のと右から2番目の商品をこう重ねていくんですけど、つまりは、上になってる2本完全に宙に浮いてるんですよ、もう。ガラスにもついてない。つまり、こういうことになりますよね。こういうまた、見えるかな。アクリルのこういうものを使ってこうやって浮かせるわけですよ。ほほほ画面テープとかちゃんと使ってこう。で、なるべくあのカメラから見えないところにやるんですよ。まあ、そこまで聞いただけでみんな嫌になっちゃうでしょ。まあ、だって、あの、入れ物がね、正面で四角いもんだったらまだしも。うん、あ、そうね、うん。うん。で、液体入ってるわけじゃないですか。おっしゃる。で、こう、やっぱりボトルにフォルムがあるから、丸みもあるし、うん、まあ、今の話聞いた段階で、まあ、うん、真似して撮ろうという、これで儲けようという人は別だと思いますけど。うん、でも、真似してもできねえな、これ。うん、そうそうそう。それで、まあ、4本をそうやって構成する時点で、まあ、結構な時間を要するんですが、さらにですね、この4本、あの、中身の濃さがやっぱりまちまちバラバラなんですよね。一番右端の商品が一番色が薄い。あ、そっか、成分が違うんですもんね。パッケージの色自体も違うみたいで、まあ、それはあの、パッケージデザイナーの方の、あの、アイディアによるものなんですけど、まあ、その中でね、一緒に並べて撮って同じ光を当てたときに、どうしても右側の、一番右の商品がね、スケスケになっちゃって、もう色とか見えなくなっちゃうんですよ。ああ、まあ、ボトル自体も薄い色ですもんね。そうそう、でもちゃんとあの、店頭で見たような印象に持っていかなくちゃいけないんで、あの、どうするかっていうとね、まあ、これ聞いたらもうみんな本当に、またここで一人、あの、視聴してる人が減っていくような気がするんですけど、前になんか撮影の話をしたときに解説で使ったような気もするんですけど、これ、ね、ディフューザーのアートレっていうものがあるんですよ。はい。あの、トレーシングペーパーみたいな。あの樹脂みたいなのできたやつでしたよね。樹脂で、うん、この、あの、これにあの光を、はい、当てるというか、まあ、柔らかくしたりするための素材なんですが、これをね、商品の大きさに、ハサミで切って、あの、まあ、これ透明だからわかると思うんですけど、この裏に貼るんですよ。はみ出さないように。はあ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 。まあ、透明な、うんうん、わかります。私はあの、透明なボトルで、あの、お酒とかの時に見てますから、イメージつかめます。なんか
工作の時間みたいになっちゃいましたけど、ね、簡単に簡単に本当にやると、まあでもこの間の工作トークス意外と人気が評判が良かったで、ああそうみたいね、ええ、うん、まあ要するとね、よいしょ、こんなハサミでジョキジョキなんかやらなくてちゃんとあの計測してカッターでやるんですけど、はい、ここにこうやってこうこんな感じで、まあ今はみ出し、下からはみ出してますよね、これがはみ出さないようにやるわけです。なるほど。でさ、こうやると分かると思うんですけど、手塚さんにも分かるよ、裏の文字透けてるでしょ、でこういう商品ってね、やっぱりあの裏に文字が入ってるんですよ。こうやった方が分かりやすいか。まあそうね、成分表示とかそれだから必ず入ってますよね、うん、でも今これって、うん、ボトルタイプの入ってないボトルじゃないんですか。そうなんです、あのそういうものを用意してもらうんですよ、やっぱり。あ、そうなんですか、うん、あの特に工場で生産してるときに裏を印刷しないでっていうものを作っていただく、はいはい、うん、ね、まあ、大体それはまあ僕らなんかが言わなくてもメーカーの人がちゃんとあのご用意いただくんですけど、まあ、一応お願いして、はい、はい、そういうものを用意していただいてますね。うーん、なんそうでも、それでもあの手に入らないときはあのヤスリで削っちゃったりすることもあるんですけど、お、それもなかなか根気のいる仕事で、うん、まあ、でもやっぱりあの印刷しないものが一番きれいにきますよね、うん、そうですよね、まあ、それがここにあるんですけどね、うん、あのちょっとこれも全然違うまた種類の商品なんですけど、まあ、こうやるときれいにいくわけですね。なるほどなるほど、わかりにくいかな、わかるよね、うん、こうなるわけです、うん、こうしたものを4本作って、さっき言ったように、あの、台の上に置いていくわけですよね。まあ、それで、光を当てて、光を当ててっていう、まあ簡単に言いますけど、あの、まあそこはね、今日は割愛しますけど、まあそこで周りにこう、リースを作っていく。っていうわけですね。まあ、なので。ああ、随分根気のいる。うん。でも、これを、全部にじゃあ1枚ずつかければいいかっていうとまた違って、薄いのに2枚かけたりとか、あ、ちょっと調整しながらやるんで、いきなりリースを作るってことはしないですよね。なるほどね。そのあたりの光を作っていく。で、これを裏に貼ることによって、メリットがもう一つあって、はい、仕掛けがバレない。ああ、なるほど。こうやって、ね、仕掛け、針金だったり、アルミの、ちょっと厚みのある、幅のある、材料を使って、こう、枕みたいなのを作っていったり、さっきのこういうアクリル使って、こう、立ったりするんだけど、これがね、やっぱりこう、もろに見えない。このディフューザーを貼ることによって。まあ、そういうメリットもあるわけです。おー。まあ、それをやった後で、あとはもう、まあ、これはどうやるも何も、僕もね、植物使い慣れてるわけではないんで、本当に根気でリースを作っていくっていう、もう、そうですね、そんな感じで、花屋さんと一緒に作り上げていくっていうカットですけど、まあ、簡単に言っちゃえばそれだけなんですけどね。まあ、でも、花なんかだったら、特に、うん、生き物だから、はい、つやつや、ね、生き生きさを、なんていうのが、とても大事なとこだから。うん。これだから、ストロボで、まあ僕はいつも撮ってるんですけど、ええ、当然そのストロボの光を見るために、モデリングライトっていう単語視点光がつきっぱなしなんですね、本来は。はいはい。で、やっぱり、それがついてると花がしおれるの早いんで、その光もこまめに消したり、ということをやりながら、まあ結構やっぱ気遣ってね、やっぱり花がしおれないようにっていうか、まあ、そこは気遣ってやってますよね、かなり。うん、まあでもね、おかげさまで、とてもいい上がりになったと思ってます。うん。はい。というわけで、またちょっとこういう、ね、実際に撮った広告の写真の、解説なんかもできればいいなと思ってます。そうですね。今度はまた、ちょっとセットとかも含めて、そうですね。ね、披露していただけるようなものがあれば。なんか、再現っていうのも結構無駄にエネルギー食っちゃうんで、本当はね、やっぱり実際の撮影の現場がこうやって撮れると、解説できると面白いのかもしれないですけど、まあなかなか難しいかな、うん、それはね。ね、やっぱりどうしても扱ってるもん扱ってるもんですからね。まあでも、あまりこう手の内をね、隠そうとか、もう最近思わなくなってきたんで、
まあ、話せることは、話しますよ。撮影のノウハウに関してはね。というわけで、じゃあ、今日はそんなところで。はい、いろいろと詳しいところまでありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。